研究所入り口、アンリポ・アンカレ研究所は、フランス・パリ5区にある数学の研究機関である。この一帯は、コレージュ・ド・フランスや高等師範学校などに隣接する、研究施設が集められたキャンパス・キューリーと呼ばれる、地区で、アンリポ・アンカレ研究所はその中心に位置する。行政的に、フランス国立科学研究センターの組織である、パリ第六大学のエコール・アンテルネに置かれている、 第一次大戦の直後、数学者のエミール・ボレルとジョージ・デビット・バーコフは、研究所設立に向け、アメリカとフランスのスポンサーを説得し、フランス人数学者、アンリ・ポ・アンカレから名前をもらい1928年11月17日に、設立した。ロックフェラーザ・インターナショナリゼーション・オブ・マスマティックス・ビトゥイン・ツ・ワールド・オーズ・テクスト・イン・プライム・ドキュメンツ and studies for the social history of mathematics in the 20th century ラインハルト・ジークムント・シュルツバーゼル・ボストンベルリンバーコッサーコップ20011 vol. フィグイルカルト 24cm ビブリオグル、P-318、インデックス、ISBN3 から764364688、エアン9兆7837億6436万4687。ありがとうございます。